長引いた台風6号の影響で血液が九州各県で確保できなかったことを受けて、県内でも献血への協力が呼びかけられています。このうち鳥栖市のフレスコ鳥栖では今日献血バスが出て、開店直後から買い物客が協力していました。県赤十字血液センターによりますと、迷走し長引いた台風6号の影響で沖縄では他県からの受け入れができなくなったほか、九州各県でも献血ができず、今月9日までにおよそ2400人分の血液が不足しているということです。帰省等で、佐賀に、お帰りになられる方を、含めましてですね、一人でも多くの方に、献血へのご理解とご協力をお願いしたいと思います。